おっす。おっす。<laughs> 今日はですね、昨日に続き、本田悦郎先生にお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。本田先生はですね、ずっとソ連、今のロシアですね、に赴任されておられて、ロシアのことにも詳しいということで、あのウクライナの話を少し聞いてみたいなって思った次第でございまして、はい、ウクライナに、はい、なぜプーチンが攻め込んだかと。バカだからでしょうか そうじゃないんですああそには理由があるんです <laughs> 何でしょう単なる気が狂ったわけではないんですまずですね、うん、歴史を紐解くとヨーロッパの東側の地域に最初にスラブ人が国を作ったのは、はいうん、キエフ対抗国キエフ公国なんです<ー><の>キエフ公国今のウクライナです、はい、そっちの方が先なんですよで、スラブ人が国を作ったんですけども、うん、トップはですねスウェーデンから来たワリアーグっていうねワリアーグ,、はい、リアグこの人たちがバイキングですね バイキングがウクライナ地域に入ってきて、統治したんですね。ドニエプル川を下って、いいところで国を作ったんですそうそうそう。この辺はね、国会にすぐ出られて、モスプラス海峡から地中海に出られる。で、やっぱり彼らはギリシャと交流したかった。こうやってぐるっと地中海で回るよりも、スウェーデンから北海通って、ドニエプル川下って、国会通った方が。 早いってことですねあそこは昔キエフ・ルーシーっていう言葉だったんですけどルーシーっていうのはもともとスウェーデン語バイキング語だったんですでキエフ・ルーシーが本家本元なんですけども縦に相続していくんじゃなくて分派で兄弟がどん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 領地を広げていったんです。 そこら辺なんかちょっとモンゴルっぽいですね。<の>はい。そうですね。それで、次に作ったのがモスクワ広告。うん、で、それ以外にも、あの、いろんな広告を作りました。うんうん、スーズダリ広告とかいっぱい作ったんですけども。は,んは,んは,んはい。やっぱ一番大きいのはキエフ広告とモスクワ広告。 るほどだけども、うん、元祖はキエフなんですね。ところが歴史をへるにつれて、うん、国力を一番つけたのがモスクワなんルーシー、モスクワ大公国ですね。うんはい、で、ルーシーっていうのはラテン語でラシアなんだ。ラシ,アシア。ロシアじゃん。ロシアの。ルーシーからラシアに、ね。これはラテン語でラシアになったんです。 それで、モスクワから見るとですね、自分たちの方が本当は歴史的に見ると弟分なんだけど、国力は圧倒的に強いから、キエフを自分の国の一部だとみなしているルーシー三兄弟ってのがいましたね。ルーシー三兄弟ルーシー兄弟。つまり、ラシア三兄弟。一つは本来のラシア。もう一つはベラルーシー。ベラルーシー、昔、白ロシアって言った。ホワイト。 ベールイというのは白いって意味なんですけど、<白>それから、はい、ウクライナ、キエフルース、<ー>まあ今のウクライナ、この三つの国ですね、ベラルーシ、ウクライナ、ロシア、この三つは 一つの国が三つに分かれたもんだと。うん、まあ,あの、ロシアには伝統的にあるんです。なる,なるほど、なるほど。自分たちは一番長男だと。一番偉いんだと。いうところが、彼らにとって一番怖いのは NATO なんですね。NATO が怖くて、NATO の東方拡大は絶対に避けなければならないと。まあ、ゴルバチョフがどう考えていたかっていうのはあんまり明確じゃないんですけど、うん、プーチンは非常にその感覚が鋭い。うんで、そういう時にソ連が崩壊して、まあ、例えばドイツですね。西ドイツ、東ドイツ。 うん、当時はあの西ドイツが民主主義国家で、うん、東ドイツは独裁計画経済の国家だったんですけど、うん、これを統一しました、うん、でその時にアメリカの例えばブッシュ大統領のお父さんパパブッシュの,、はい、の NATO を東方に拡大しないとい約束をしたんですね。それでもって 東西両ドイツが合併でできたんですね NATO を東に延長しないと東に拡大しないというのが、うん、あの辺の平和を保つ一つの条件だと、はいうん、プーチンが理解しているでそういうふうに理解している人がロシア人には多い。 ところが、ウクライナは EU、などに入りたいんですね。それはそうでしょう。ウクライナは、モスクワというのは非常に厳しいというかね、今までもいろんなことがあった国なので、できるだけ離れたいんです。それでアメリカはそれを支持したんですよ。なるほど。いつかウクライナは NATO に入れてあげるよと。つまり、結果的には二枚舌外交になっちゃった。でもなんか本人が望んでますからね。望んでますから。ところが、プーチンからすると、ロシアもウクライナも同じ国なんです。同じスラブ人なんです。 いですからねねにしてみればです確かに民族的にも似てますしねウクライナの人はもう完全なロシア語をしゃべりますしウクライナ語って別にあるんですけどもモスクワの大使館の私の秘書はウクライナ人でしただけど彼女は女性なんですけどもモスクワ大学の日本学科を首席で卒業するぐらい大変優秀な人で完璧な日本語をしゃべりましたウククライナ人がモスワ大学で その人が私のモスクワ大使館での秘書だったんです。<laughs> はい、プーチンからすると、ウクライナは自分の国の一部だと思っていたところが、うん、ウクライナは西に行きたいと、ナトを言う,うに行、はいでアメリカもそれにお墨付きをつけたということがプーチンには耐えられなかった <laughs>、うん、ですから、ね、いつかウクライナを取り戻そうと強い意志があった。うん でだからといって、近代国際法の下では、国境を侵すというのは国際法違反です、侵、うん、略行為ですから、ですから、これはあの国連憲章にも違反しますし、あプーチンがやっていることは厳しく罰しらされなければならないんですけども、ただ、歴史というのは、いろんなことが原因となり、結果となり、それがまた原因となって展開していきますので、私の,はあの説明するときは、プーチンのやっていることは国際法違反だし、絶対許せないと。 許してははいいいけないけななれども、うん、理由はあったととうことなんですねだからアメリカが悪いというつもりは全くありません。だけど、<laughs> プーチンが突然気が狂ってね、うん、あのバカなことをやったわけではなくて、うん、理由はあったんですよ。うん、ただ、その理由というのは、はねうん、その違法行為を正当化するものではないと。まあ、我々は厳しくプーチンを見ていかないといけないと思うんう ですねですから、このじゃあウクライナ侵攻の目的は何かと。振られた男が違う男と結婚している女を取り戻しに行った。だからウクライナ全土の占領なんです、もともとの目標は。頭おかしいですよね。 あのヤヌコービッチっていう大統領がウクライナにいまして、彼は親ロ派だったんですね。うん、で、親ロ派なんだけども、やっぱりウクライナの国民自身は、やっぱり親 EU なんですよ。そ、うん、それそう,すそれそうすで、デモが起こって、クーデターになって、うんあの、まだ覚えておられるかもしれませんけど、あのヤヌコービッチがね、夜中にヘリコプターでウクライナを脱出して、モスクワに亡命した姿が。<laughs> そのあのポロシェンコっていう大統領が出てきてすごい反論の人が来たんですよね、戦闘員になってるんですよね、銃持ってチョコレート工場の親分なんですけどね、あのチョコレート王と言われたポロシェンコが大統領になって、その次はゼリンスキーなんですけど、ですから2014年にヤヌコービチ、親ロ派の大統領がクーデターを起こって、ロシアに亡命した直後に、ロシアはクリミア半島を取ってるんです。 ですね、それからあの東のドンバス地域ですね、うんうん、ルハンシク、ドネツク、うん、あの辺の地域を占領して、うん、で武力がロシア強いですから、うん、ああいう状態がずっと2014年から続いていたとうん、うんで。今多分プーチンが目標としてるのは うん、ウクライナ全土を取りたいと。なるほどだけど戦況を見てみると最近急速にウクライナが挽回してきたんですね。ですから、はいうん、もう全土を取り返すのは多分無理ではないかというのがまあ専門家の見立て、うんうんうん いずれどっかの段階で休戦協定を結ばないといけないんですけども、それの状況を見計らって、うんまあ、お互いにウクライナもロシアも自分が少しでも有利なときに休戦協定を結びたいということになるので、そこは駆け引きがこれから始まりますので、うん、戦闘は長引くかもしれませんね。うん、なるほどい月かかららですからはい 7か月目ですね、半年以上戦ってるお話になるんですけれども、本田先生はまだまだ続くと感じですかと思います。例えばね、私がモスクワに赴任したのが1985年、ブレジネフが死んで、アンドロポフが出てきて、チェルニンコが出てきて、みんな死んで、若きゴルバチョフが出てきた時に私も言ったんですよ。やっぱりゴルバチョフは私にとっては非常に新鮮で。 うん、すごい人、まだ50歳ですからね、<ー>すごい人が出てきたなと思ったんですけど、ロシア人はゴルバチョフが大嫌いなんです。うん、<laughs> 合理的すぎるんですよね。<laughs> そうですねやっぱり、うん、あのロシア人っていうのは独特のね、義理人情というか、酒に飲んだくれて、<ー>えー、強い、えー、ロシアの支配者っていうのが好きなんですね、ロシア。<ー>でゴルバチョフは非常にリズムでね、合理的です。 完了的でこの間お亡くなりになりましたけど、はい、私はゴルバチョフがねどうするんだろうって,言って、うん、ずっと見守ってたんですけど、うん、まあ彼が始めたのはペレストロイカっていう。 あの経済改革、うん、政治改革、やったんですなるほど。うん、ところがあの、やりすぎちゃってというか、やっぱりああいう独裁国家で経済改革をやろうとすると、と、うん、ことん言っちゃうんですよね、最後まで。で、ソ連という体制が崩れて <laughs>、はい、しまったんですけども、安倍さんのね、アベノミクスと、うん、ゴルバチョフのペレストロイカを比べちゃだめですけど、うん <laughs> あの、アベノミクスはちゃんとあの我々資本主義、市場経済を良くしようというプロジェクトで、ゴルバチョフがやろうとしたのは、計画経済を修正してしまおうと。 生き残るために市場経済を部分的に取り入れようとやったのがペレストロイカな とところが市場経済と計画経済済計画は相入れないんですから、市場経済を少しでも導入した瞬間に、うん、共産党一党独裁、それから計画経済は崩壊に至ったと。うんえー、ですからあの、私がモスクワに行ったのは1985年ですけど、その時すでにアフガン侵攻というのをやってたんですね、ソ連が。おかげでモスクワオリンピック、みんなボイコットした <laughs> 国がたくさんあったりね。<laughs> あれ、10年かかったんですよ、終わるのにね。 になってもですね、頑張り通すというところがあるんですね。<laughs> まあ、アフガニスタンとソ連じゃまあ国力全く違いますから、だからあの少しぐらい戦況が不利でもですね、はい、ロシアっていうのは打たれ強いなと、逆境に強いという気がしますね。<laughs> そうですね。負けを認めなければ負けじゃない。そういうなんかこう、うん、子供の喧嘩を打ちていくような。 国ですもんね、えー、であのもうソ連はねあの白人のロシア人スラブ人ですね以外にもいろんな民族がいるんですね、はい、ソ連時代にしあの侵略したチェチェン共和国っていう、うん、チェチェン人っているんですね、はい、でそのボスがカディロフっていう人がいますけども彼が先頭に立ってね <laughs> はい、ウクライナに行ってるんですよ<ー>でそれ以外にも、うん、いろんな民族が先にウクライナに投入されてるんですね。ですからあのモスクワとかねサンクトペテルスブルクとかそういう街は非常に平和で、白、うんうん、人であるスラブ人っていうのは、うん、みんななんか楽しそうにショッピングしたりね。出ますよね <laughs> だから 彼らが本当に、うん、例えば徴兵制とか国民総動員法で、うんうん、ウクライナに派遣され始めると話はがらっと変わると思いますなるほど。なんところはですね、うん、割と他人事っていうか、強いその大統領、プーチンが好きだとかね、そういう他人事のようなことを言ってる人が多いです今、主に死んでるのはチェチェン人とか、えーと、南オセチアとか、非支配されているところ、あとドンバス、ルガンスクに、えー、いる。えー なぜかウクライナ人が挑発されている、そ,それと忘れちゃいけないのが旧宗主国ですね、モンゴル人が挑発されて、うんまあ、我々と同じアジア系の人が、うんうん、挑発されて大量に死んでいるということですね。うんうん、あと囚人も連れてくれてますよ。<や>刑務所で,有罪で刑務所に入れられてる人が <laughs> あのライフル陣持って戦ってます、ね、失っっててててても惜しししししくはなないっていいううううやつなんででょうねねどどににかか人をひねり出古武器でも 戦場に放り込んで、でね、まあどんだけ負けても、国境を越えて侵攻してきたら核使うぞっていう脅しは、まだ有効ですもんね。いやもうだから、究極的には核を持ってますからね、われわれも十分に、も十分にこのことを進めないと、<laughs> まあお互いに核抑止は効いてますから、うん、そう簡単に、うん、あのロシアは核を使えるとは限りませんけども、はい、でも本当に戦況が不利になってきて、ロシアは負けるのかという段階まで来たら、うん、要注意ですね。 20万の兵力で4000万人のウクライナ人の国を全部制圧する。うんうん、僕でも無理だとわかりますけど。うん できると思ったんですかね。やっぱり非常に愛国心強いですね。ウクライナの人の。武器ありますよね。ですね。なめてたってことですね。そうですね。ウクライナはね、本当に侵略された歴史なんですよね。昔からモンゴルに攻められね。それからナチスドイツに攻められ。そうですね。はい。ありとあらゆる国から侵略されてるんですね。それがよく映画に描かれてますけどね。ウクライナ人の厳しい。 私の見た映画で感動的なのは「ひまわり」というねソフィア・ローレンとマステロ・ヤンニの,、うん、<laughs> あの秘伝物語がありますけども、うん、やっぱり常にウクライナは戦場になってきたとなるほどところで彼らはそう簡単には国を諦めない。ソ連って 戦争に勝った戦勝国なんですけど、うんはい、こうやって話を考えてみると、うん、戦ったのはウクライナ人なんじゃないですか。そうですね <laughs> 強いのってウクライナ人なんじゃないですか。<laughs> いや、そうかもしれませんね。ということで,で、ねまあ、ちょっとウクライナ人をですね、うん、甘く見たプーチンが今、苦しんでいるという。うん、そうと思いますね。 まあ負けは認めないでしょうけども、うん、まあ今後どうなっていくのか、うん、プーチンにとってろくな結果にはならないだろうなとい,、ね、いうことで、よろしいでしょうか、ええ。はい、世界中見てますからね。<laughs> それは報いを受ける,受けると思います。ということで、力強い報いを受けるをいただきました。はい、本田先生、本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。